メキシコシティ国際空港は、メキシコが衆国の首都のメキシコシティにある国際空港。自由主義者で、フランスによる干渉に抵抗したベニート・フアレス大統領にちなみ、ベニート・フアレス国際空港とも呼ばれる。メキシコシティの中心部から約8キロメートルの距離に位置するメキシコシティ唯一の国際空港で、かつ、メキシコ及び中南米最大級の国際空港である。 中心部近郊にあるにもかかわらず24時間運営している上、中南米におけるハブ空港的存在であることから、メキシコ国内から諸外国への乗り継ぎだけではなく、南北アメリカの主要都市間や、南米諸国とヨーロッパ諸国の主要都市などとの間の乗り継ぎに多く利用される。このため、空港ターミナルに直結したホテルが用意されているほか、多くのカフェやレストランも営業している。 空港の標高が約2230メートルであり、世界各国の主要国際空港の中でも高い。大気中の酸素濃度が薄いことから、空港内には常に酸素ボンベが常備されている。なお、酸素濃度が薄いことから、航空機のエンジンの燃焼効率が低下し、滑走路長が4000メートル近くあるにもかかわらず、離陸時に十分な速度が得られない上に、 揚力も弱くなるため、メキシコ指定発成田国際空港域の無着陸直行便などの超長距離便の運航は難しい。ただし、2016年1月より、アエロメヒコ航空が燃費効率向上及び航続距離の長いボーイング787を使用して成田行きを直行便化させた。ANA も2017年2月15日から、 道路線を同景機を使用して就航した。着陸のドラマ着陸時にスリルを味わえる空港として、廃止となった旧香港慶徳空港が有名だが、メキシコシティ国際空港に関しても、市街地に近い空港であることから、旧香港と負けず劣らずの着陸のドラマが味わえる。着陸前の低空飛行時は大都市、メキシコ市内上空を通過し、中心部の高層ビルを見ることができる。 また着陸時には真下に民家が見え、まるで民家の中に不時着するかのようなスリルが体験できる。ただし、深刻な汚染が問題となっている高価学スモックが発生しているため、改正の日でさえもしない前景をはっきりと見ることはできない。なお1987年には離陸後にエンジントラブルを起こしたダグラス DC-3 型機が、 空港から数キロ離れた高層ビルに接触する事故を起こしている。航空機への搭乗及び高機時に通常はボーディングブリッジを使用するが、ボーディングブリッジの空きがない時は乗客が雨に濡れないようにモービルラウンジと呼ばれる乗り物を使用する世界でも数少ない空港である。アエロメヒコ航空やアステカ航空などメキシコの大手航空会社のハブ空港となっているほか 中南米諸国をはじめ世界各国から多数の航空会社が乗り入れており、メキシコ国内やカリブ海沿岸諸国だけでなく南北、アメリカやヨーロッパ諸国、アジア諸国などへの便が多数就航している。第1ターミナル第2ターミナルメキシコ、国際空港国内線ターミナルメキシコ、国際空港国際線ターミナル乗り継ぎ乗客のためにターミナル1と、 ターミナルにを連絡している新交通システム、アエロトレンが運行されており、乗車には有効な搭乗券を所有している必要がある。なお、アエロトレンがメンテナンスなどの運休中の場合、バスでの輸送となる。メキシコシティ市内中心部及び市街地とは空港ターミナルに直結されているメキシコシティ地下鉄5号線の空港ターミナル駅からアクセスできるほか、 空港バスや市バス、ゾーン性運賃を採用する空港タクシーなどでアクセスすることが可能である。ありがとうございます。